今回は、女流棋聖戦から、八代久美子六段対シャーイーミー六段の一局を、紹介したいと思います。はい、じゃあそれでは、見ていきたいと思います。はい、この棋戦は早碁ですね。はい、1手30秒の、考慮時間が、5回か10回か、NHK 方式みたいな感じですね。そうですね、この形は、昔はね、こうやってこういう形だったんですけどね、今は、実践のようにこう張ってこういう形が、打たれるようになりましたね。非常に、微妙な差なのでね。そんな難しく考えなくてもいいかなと思いますけどね。雪崩に行きましたね。確かに、この場合、こうやって打つのは、ここにね、剣先が出てますので、あんまり打ちたくないところなんですよね。そうですね、下がって地に辛く、打たれましたね。そうですね、ここ割り打ちも非常に目につきますね。僕だったら割り打ちを選択しそうですけどね。こういうとこ、は打たれるんでしょうけど、これを押してってこのような感じで、一応、形ができますので、黒もね、ここはね、ここがまだね、ちょっと打ちにある場所ですから、ちょっと打ちにくい意味もありますからね。これにはこう飛んでね、受けることになります。そうですね、こうやってこの戦いはちょっと白も大変かなって、思いますけどね。見た目が。そうですね。なので、この石はね、すぐ、こういう戦いはちょっと、やはり苦しいかなと、思いました。なので、白は、これをね、取られてもいいような形で、ただ黒もね、これ取れば、でしょうかね。そうですね、惜しいか。桂馬もありますか。しっかりこうやって取っとくのも立派な手にも見えますね。どれだけこの石を寄り付くことができるかですかね。ここ切れれば、ですね、白。もうちょっとなんかできなかったでしょうかね。単に受けぐらいでしょうかね。何かと、ここから、こういうとこからね、切断みたいな手がありますから、こういうとこがね、急所になりますからね。こんな感じでね、これも将来ね、もあの一目切れますからね、この石が。
こんな感じでちょっと打ちたかった気もしますね。実戦は、そうですね、ここ継げないのは辛いです。つなごうと思えばつなげたんでしょうけどね。こっちで変化されるのが嫌いましたかね、もしかしたら。この1目は熱いですね。この1目取れたのは、ほぼ生き方になって、この2目の、助けにもなりましたね。そうですね、ここはちょっとチャンスだったと思うんですけどね。実戦は、うまくさばかれてしまったように見えます。そうですね、このぐらいで荒らされてしまいますと、結構白地ね、こことここと稼いでますんで、白の方が良くなった感じにも映りますね。3目取って、この2目助け出たのも大きいですよね、白にとっては。これ結構ね、ちょっと散々なっていうか、これは継げなかったんでしょうかね。あ、ここに。そっか、ここにありますね。ここに目がありましたね。それではダメですね。ここも1もね、つなげないのも非常に切ないところです。これはまあ後手なんでね、黒も。取るのはね。そうですね、これはまあ、まあ勝負手というかね、まだね、本コイじゃないので、白は別にね、まあ織り込み済みなんですね。別に苦しいっていうことではないです。これ取れましたね。そうですね、もうこれは計算ができた打ち方ですね。ここまでと、ここで投了となりましたね。この後は序盤ね、ここをちょっと黒、もうちょっとうまくいく図があったと思いますので、そこがね、ポイントだったんじゃないかなと、思いましたね。じゃあこの後はこんな感じで、終わりにしたいと思います。じゃあそれでは失礼します。